はい、こんにちは、中地です。水槽の水のちょろちょろ音が入ってると思います。ごめんなさい。本日は雑談動画です。実写雑談動画でございます。最近ですね、チャンネルの方にも動画を上げてるんですけど、スーパーファミコンがおもれーとたまになるんですよ。僕、昔のゲームやりてーって、うん、で、今それがすごくヒートアップしちゃって、実機でね遊んでるんですよ。ここに実機があるんですよ。伝説のオーガバトルが刺さった任天堂スーパーファミコンがあります。なかなか綺麗だよね。うん、あんまり焼けてない感じ。うん、まあ蛍光灯の下とかずっと置いとくとだんだんね色が焼けちゃったりするんだけど、なかなか綺麗な状態で、カセットもね、あーうるさいね、ごめんなさい。結構ね綺麗なんですよ。まあ綺麗なものを選択して買っているっていうのもあるんだけど、うん、状態のいいものが今手に入って遊んでるんですけど、最近ちょっと、まあ最近なんですよ、最近それがヒートアップして、その実機でスーパーファミコンを遊ぶっていう状態になってるんですけど、今回の動画は最近買ったゲームなんかをねちょっと一緒に見ていけたらなと思います。ちなみに最初に質問なんですが、皆さん最近じゃないね、皆さんがスーパーファミコンとかファミコンでもいいかな、まあレトロゲーってもう呼ばれてしまうようなやつで、これはめちゃめちゃやったな、おすすめだなみたいなゲームありましたら教えていただきたいです。うん、それじゃあちょっとダラダラ見ていこうかな。うん、まずはどうしようか、いろいろ並んでるんですけど、まずそれのきっかけになったのがこいつ、ドラゴンクエスト1-2ね、エニックスが出しましたドラゴンクエストですよ。で、なんでまずスーファミをやりたくなったかっていうと、ドラゴンクエスト11を遊んで、ですごく楽しかったんですね。で、11が楽しかったんだけど、11をクリア、完全にクリアすると、とある方法でドラクエ1も遊べるんですよね。で、あ、それいいじゃんって思ったんですけど、スマホの移植なんですね。で、スマホ版のドラゴンクエストってちょっとね、絵面が僕はどうしても好きになれなくて、遊びやすく改良はされてると思うんですけど、どうしても僕はドットのやつがやりたいなと思いまして、今回そのドラゴンクエストで遊ぶんなら1-2入ってるスーファミかなと思って、これを買って、そっからだよね、なんか買い集めちゃったの。うん、で、なんだろう、その元祖をやりたいんだったらファミコン版じゃないかって思うかもしれないんですけど、僕もそう思ったんですけど、どうしてもね、秘密の違う復活の呪文だっけ、復活の呪文でセーブするのは正直だるいなと、うん、思いまして、で、スーファミだったらセーブとして保存されるので、それでやろうかなと思って、このようなスーパーファミコンの1-2を買いました。で、僕の中で一つ今ルールを設けていて、箱説明書ありのソフトを買おうかなというふうに、ちょっとコレクター欲じゃないですけど、箱付きのものが欲しいなって思って、いろいろねあるんですよ。ちょっと前に動画に撮ったやつ、これ釣り太郎ね、ここにね分かりやすいようにフォーカスが合わないとは思うんだけど、これなんかこの手に手合わせてフォーカス合わせようとする感じすごいダサいよね。うん、ここにタイトルとね会社名と発売年数を書いたシールを貼って、こうやってこう積んでっても分かるようにしてるんですけど、この釣り太郎
こういうのはもうジャンクで買ったりしてます。ただやりたいなと思ったソフトはちょっと箱説明書付きで購入するようにしてます。さすがに新品はちょっと高すぎて買えないんだけど、中古の説明書付き、箱付きで、なおかつこのスーパーファミコンっていうのはセーブをするために、こっちにセーブされるから内蔵の電池っていうのがあって、そのバッテリーが切れてしまうと充電できなくなってしまうんですよ。充電じゃない、バッテリーっていうから充電って言っちゃう。セーブができなくなるんですよ。で、そういうのもバックアップ電池って言い方するんですけど、バックアップ電池交換済み箱設ありみたいなものが結構あって、自分で交換することもできるんですけど、まあ交換されてるものの方が手っ取り早いっちゃ手っ取り早いので、でこの箱付き説明書付きでも3000円いかないぐらい、まあ、あのソフトのみで買ったらもうちょっと安いとは思うんですよ。800円とか。ただちょっとせっかくなので、ね、手の届く値段だったんで3000円ぐらいだったら、でちょっと今回取説箱付きでせっかくだからね欲しいなと思って買いました。ドラゴンクエスト1、2さ、いや1は今ちょっとやってるんですけど、難しいよねやっぱ昔のゲームは。でも面白い。で僕が感動したのは、ごめんなさい、ドラクエ1と2のマップのネタバレしますけど、いい、嫌な人は飛ばしてくださいね。このドラゴンクエスト1、この世界あるじゃないですか。この形覚えておいてください。なんとなくまあ四角形のね、大陸があるんですけど、これが2になるとこんなにでかくなるんですよ。で、よく見るとここが1だったマップなんですよ。このごめんなさいね、フォーカスがいまいち合ってないんだけど、この形がボンとここにあると。で、こんだけでかいんですよ。それだけでもなんかドラゴンクエスト1から2への進化ってすごいんだなと思って、この説明書を見てるだけでものすごくワクワクします。これからクリアしたいんですけどね、なかなか難しいから。こんだけマップ広いとね、難しいでしょうしね、次どこ行け、次あれ行けって自分の記憶をさ、辿ってやっていかなきゃダメじゃない。そのなんて言うんだろう、次はここに行きなさいみたいなさ、今のゲームみたいな優しい機能はあんまりないと思うから、やるときにガッとやってクリアしたいですね、みたいな感じで話していきます。もう8分経ってるよ。まあそんなに他のソフトは話すことないと思うんだけど、で、これドラゴンクエストの6、これも買いました。これはたまたまあのいつも行くゲームショップで、箱設ありでいくらだったかな、600円か400円だったかな、めちゃめちゃ安かったんですよ。で、思わず店員さんにこれなんか説明書あるんですかって聞いたら、ありますよって言ってくださったんで、思わず買っちゃいました。ドラゴンクエストの6ですね。まあね、ちょっとだいぶ1から進化するはずなんで、またマップもね面白い形してて、楽しみだよね、楽しみ。ただ6をやるんだったら4,5,6とやっていきたいかなと思っています。天空編って言うんだっけ、あのいまいち分かってないんだけど、ドラゴンクエスト1,2,3がロト編、4,5,6が天空編とか、なんか分かんない、ごめんなさいね、分かんないけど、そんなくくりがあるそうです。で、面白いのがこのドラゴンクエスト6ワールドマップ、幻の大地、ここには自分の名前でも書くんでしょうかね。で、裏表でねこうあるんですよ。待てよ、なんで裏表があるの。しかもライフコットシエーナってマップが間違って、これはどこ、うわもう楽しみ、
違うマップもあるのかな。ちょっとネタバレ、コメントでネタバレやめてね、お願い、本当にお願い書かないでね。あの、楽しみにしてるから僕は。ごめんね、お願いします。うん、いやドラクエ面白いよね。だ FF のねソフトもね買っていきたい。スーパーファミコンで一番好きなのは4。まあそんなやってないんだよね全然。で4がちゃんとやった、まあちゃんとやったのかな、なんかラスボスまで行った記憶があんまりないから、もしかしたら途中でやめてるかもしれないんですけど、幼少の頃クッソ難しいなこのゲームって思いながら、なんで暗黒を使うと HP が減るんだって思いながら一生懸命やった気がします。 FF の4、うん、そんな感じで今エニックスのソフトがバンバン続いてるんですけど、これもうこれは有名ですよね、クロノトリガー。クロノトリガーは僕が非常に偏見を持っていた時期に非常に偏見を持っていた時期って言い方もおかしいんだけど、そのあまりにも学校でドラゴンボールが流行りすぎて、で僕見てなかったんですよ。でドラゴンボールの、まあドラクエ今めちゃめちゃ好きでやってるし、あの今でこそ何にも気にしないんだけど、よくいるじゃない、なんかさ、いやなんか絵が好きじゃないとかさいうバカ野郎いるじゃない、それだったんですよ僕。でちょっと鳥山さんの絵苦手かなって僕は思ってたんです。うん、なぜならなんかどれもドラゴンボールっぽく見えちゃうみたいな、うん、知らないのにね、ドラゴンボールを知らないのに絵のタッチが同じだから似てるから嫌だとか言ってたクソガキなんですよ僕は。で、そういうのもあんま気になんなくなってきて、で、クロノトリガー、これはもう名作中の名作だと、もう BGM も最高だとよく言われていて、じゃあやるかということで買いました。ちなみに、いや、今のご時世バーチャルコンソールとかゲームアーカイブスあるじゃんかって話なんですけど、できるだけアーカイブで出てないゲームを買っています。クロノトリガーは Wii 版しか今はないのかな、ちょっと自信ないです、ごめんなさい、調べてないんですけど、僕がやりたい筐体でできないものだったような気がします。ドラゴンクエスト1、2もそうです。完全移植っていうのがなくてないよね、うん、でそのスマホ版は嫌だなって思ってたんで買っちゃいました。うん、ドラゴンクエスト6とかあるのかな、あんまり調べてないです。うん、ごめんなさいね。で、ソウルブレイダー、これもね今たまに生放送でやってるんですけど、めちゃめちゃ面白い、めちゃめちゃ面白い。これもねエニックスだったかな、エニックスですね、エニックスの会社が出している、主人公は神様という、ね、位置づけのゲームです。パッケージがダサいっていうね、あの評価の仕方をしてる人もたくさんいました。ゲームはめちゃめちゃ面白いのにパッケージのせいであんま売れてないんじゃないかみたいなことも書かれてました。まあ当時の人のそのパッケージかっこいいかっこ悪いの感覚はわかんないですけど、まあ確かになんかね面白い格好はしてるなっていう感じではあるんだけど、うん、でもゲームはめちゃめちゃ面白いです。今ハマって遊んでおります。これもねコンソール来てない、バーチャルコンソールに来てない。まあ難しいんでしょうね、ニックスとかスクエアとかになってくると出しづらいのかな、わかんないけどね。でこれも伝説のオーガバトル、あの人ですよ、名前が出てこないんだよな、すぐタクティクスオーガとかさ、ファイナルファンタジータクティクスとかさ、FF、 僕の好きな FF14 のシナリオをリターントゥイバリースということで、イベントがね、松野さんだ、うん、が作り上げたゲームでございますよ。うん、でタクティクスオーガがすごく楽しくて、でタクティクスオーガは僕 PSP 版をちょっと遊んですごく楽しかったんで、もともとのファミコン版もね遊んでみたいなと思って、それもぜひね買ってやってみたいかなと思います。これもねそのよく行くところでめちゃめちゃ安かった、600円とか、うん、やりたいなと思ってたけど、そんなに普段
そのファミコンのソフト置いてるようなところじゃなかったんでテンション上がって買っちゃいました。でこれハドソン、ハドソンのエルファリア、エルファリア、うん、これはねちょっとやったけど、なんかね、あ、ファンタジックシアターって書いてあるんですけど、まさにそんな感じ。この時代には珍しくね、わかんない、にわかだからわかんないけど、最近よくオープニングムービーで、うわクソ長えな、おいムービー長えわおいみたいなのあるじゃないですか。なんかそれだったそれだった。で全然説明書読まないと何していいかわかんない、その戦闘が。うん、ワールドマップはほぼほぼ自分で歩かなくていいし、バトルも超大迫力でアニメするセミオートバトルって言って、もうほとんどね勝手に攻撃してるんだよね。で自分が何ができるかっていうのがいまいち分かんなくて、まだ楽しめてないんだけど、あの変わってるなと思って。あとはアイテム、なんかメルドシステムっていうので、アイテムを何のアイテムでも自分の強化にできると、うん、アイテム自らのパワー、アイテムを自らのパワーに変える新装備システム、メルドシステムってね、なんかそういうのもあって、まあなんか特殊な RPG なのかなと思って買いました。これもちょっと安かったから、箱付きで安かったから買ったんだけど、ここにねなんか直接シール貼ってあって綺麗に剥がせなかったんだよね、どうも、うん、ちょっとこれもいずれやってみたいと思います。そしてこいつ、ウィザードリー、ズンと、かっこいいよねパッケージが、うん、これもねお店で買ったんで1200円ぐらい。この辺はね、こっちの方は Amazon で買ってるのでちょっと割高でもないんだけど、うん、お店に置いてあってポッと売ってあるジャンク品扱いとかレトロゲーって結構安いものがあるんで買いました。1400円ぐらいだったかな。ウィザードリーの5でございます。5だよね、うん、パッケージがかっけえなと思って買ったぐらいの、そんなレベル。クリアできると思ってないから、ウィザードリーは難しいよね、やったことないけど。もう誰が口開いてもみんな攻略本なしじゃきついと、攻略見ないときついってすごくみんな言ってて、みんな言ってるけど、うん、13歳以上の方に特におすすめしますって書いてあるね。うん、でこの5っていうのが結構ウィザードリー、初期ウィザードリーからのこのなんだろうな、集大成感があるみたいな。で6からまたちょっとコロッと雰囲気が変わるらしいんで、じゃあ5やってみようかなと思って買いました。うん、あとはスンスンいけますけど、これレナス、古代機械の記憶って、これはねマップがね、これ説明書に書いてあるかな、自信ないんだけど書いてあるかな。いまいち操作性は良くないって書いてあったね、レビューには。ただマップがねなんかやたらこうビビッドに描かれてる、うん、これね見えないよね、このマップの感じ、戦闘の画面とかマップがボコーンって載ってるとこないよね。うん、なんかね色使いがねちょっとマザーっぽいようなね、そんな気がしてて、うん、分かりづらいね。でちょっと面白そうだなと思って、ストーリーもね面白いって言ってる方がいたんで買ってみました。まあこれも置いてあって箱付き説明書付きだから買っちゃおうぐらいな気持ちで買いました。やりたいかどうかは後から調べて決めました。ほんとね衝動買いですよ。なんかワクワクするじゃない、昔のさゲームで箱付きなんてさあんまり見ないから。でこれウルティマ6でございます。ウルティマはもうね有名な海外の RPG で、ウルティマオンラインなんてものも20年ぐらいサービスを続けて本当に自由度の高い RPG。 ウルティマオンラインっていうのはこう銀行から金を下ろしたプレイヤーを後ろからスリをしたりとか殺しちゃったりとかね。で例えば自分が家の鍵を持って外に出かけて殺されて鍵をそいつに盗まれると家ごと
持ってかれるみたいなね、そんぐらい自由な RPG、 まあ MMO ね、オンラインのウルティマがすごく流行ったんですけど、そのシングルのストーリーのウルティマ6がスーパーファミコンに移植されていて、でそれを買いました。 BGM が最高だね。ちょっとやったんだけど、めちゃめちゃ音楽が趣味でしたね。これも動画にできたらなとは思うんですけど、なんせねこうじっくり系のゲームなんで、どう紹介しようっていう感じではあるんですけど、うん、まあそんな感じで早々と喋ってしまいましたけど、今スーパーファミコンめちゃめちゃハマってますよっていう話をしました。皆さんは何か思い出のあるゲームってありますでしょうか？スーパーファミコンだったらね、僕買って遊べるので、うん、ぜひ何か教えていただけるとありがたいです。はい、そんなところで今回僕が買った最近ハマっているスーパーファミコンの箱取説付きのねソフトを最近ねそのハマっている近況のお話でした。ご視聴ありがとうございました。